けど、あまりに太った太った言われすぎて、まあでもそれがいいきっかけになって、ちょっと意識的にね、痩せようと思って、でなんかどんな運動しようかなと思った時に、やっぱりサッカーかなって思って、娘にもね、まあ、パパサッカーやってたんだみたいなのも見せれるかななんて思いつつ、あの頃のパパ痩せててよかったよねとか言われたら結構ショックだから、まあそう言われないようにちょっとキープできるようにね、運動していけたらいいなと思って、あの運動シリーズを Vlog でもやっていけたらなって思ったんだよね。だからきっかけくれてありがとうね、本当。じゃあ今日はここで思い切り久しぶりに体を動かしてみるんで、よいしょ、楽しんでいきます。いや、この日のために買いましたよ、久しぶりに。トレーニングシューズっていうのかな、ちょっと見た目重視で選んだからアディダスにしました。今上が全部アディダスだから。あれが今日一緒にボール蹴る仲間です。ちょっと紹介しますね。北村です。北村です。で、荻野です。よろしくお願いします。彼らはあの高校の同級生で、一緒にサッカー部でね、汗を流してた仲間で、うん、今日は平日の朝じゃん、なかなか来れる人がいないのね、そもそも平日の朝に来てって言って、うん、で来てくれたじゃん、うん、はい、で理由は荻野が、会社をやってて、はい、自分の会社だから、まあ、自分でスケジュールを切れるっていうこと で、はい、でそこで働いてんだよね。働いてます。ちょっとその会社のことを教えて、せめてさ、来てもらったからにはちょっとでもちょっとでもなんか会社のことを、はい、社長じゃなくて、はい、ね、社長言わないの。社長、いやもうこれはもう社長言わないの。性格的にもう北村さんの方が向いてるんで。向いてる、向いてもないけど、はい、じゃあ まず会社名、まあ、会社名が株式会社モットという株式会社モット、はい、で何やってんだっけ。脱毛エステ、セルフホワイトニングの、まあ、エステ店を今全国で9店舗、はい、うん、どんどん後ろ下がんないで、9店舗、うん、9店舗やってます、はい、9店舗、全国で9店舗、はい、すごいよね。の僕はまあそうですね、社長としてやって、僕はまあ仕事を手伝わせてもらって。いいね、なんか同級生が活躍してると嬉しいんだよね。嬉しいですね。あのいつもだいたい練習始まる前にあのウォームアップで2人1組になってみたいなで、必ず一緒にやってた。一緒にやってました。で、しかも同じクラスで。同じクラスです。6年間一緒に。ね、そうだよ、6年間、だから中学からだよ。中学から一緒です。すごいね。彼らと一緒に。はい。します。ちょっと、結構蹴ってんだよね。いや、週1蹴るか蹴らないから。いやいや、週1でも十分。俺だって10年以上蹴ってないから。石野さんは全然大丈夫でしょ。いや、さっき確かめました。全然蹴れてます。ブランクなかったです。いやいやいや、引き出してください、いろいろ。引き出しで。じゃないと俺のただのリハビリ映像になっちゃうから、今日が。まあ、水島さんはポジションどこでした？水島さんは中盤ですね。俺、荻野と被ってたっけ？そう。あの、ヒロはコテコテのトップ下だったでしょ。トップ下だね、うん、最終的には右ハーフ、右打つよね、そうそう、ホームの中右のイメージある、うん、最後高3の時とかでしょ、それまでトップ下あったよね。そうだね、いきなりコンバートされて、うん、まあでもまあそこに必要なピースだったんだと思うんだけどね、うん、その当時では、うん、水島さんってぶっちゃけどうでしょう、うまかったですか。いや、めっちゃめちゃうまかったです。なんか嘘くさく聞こえるかもしれないですけどなんだろう、あのまあテレビで結構昔サッカーやっててって、まあ番組で出てたりする人いるじゃないですか、はい、そういう人と比べるのが失礼なレベル
で、うまかった、上手だったですね。マジか。え、そんなにうまかったっけ、俺。二人がそんな言ってくれるぐらい。俺はもう、あのルイ・コスタとクリスチアーノ・ロナウドを足して2で割ったような感じだと思うんですけど。あ、イメージ分かる。そう、分かるでしょ。パスもできて、でドリブルも仕掛けられて、でシュートも。俺ね、初めて無回転見たのね、ヒロだったもん。あ、でも本当そうだ、無回転シュート。いや、中国ぐらいかってなかった。でも無回転得意だったわ。うん、確かに。あ、思い出してきた。クリーノがすごいから絶対。え、マジか、そんな評価してもらえると思ってなかった。多分俺ら二人だけじゃなくてみんな思ってると思う。あ、本当？一緒にボール蹴った人がみんな思ってると思う。ポジションかぶってたから、うん、そのなんだろ、紅白戦とかさ、やっぱ A、B とか分かれるじゃん。で、俺ヒロが怪我してればちょっといいチームでやれたりしてたから。うん、まあちょっと内心ヒロ怪我してくんねえかなとか。あ、昔から言ってたよね。そう、いや俺高1高2怪我だらけだったからね。確かにやばいっすね、こっからハードル上がりましたね。ハードルすげえ上がっちゃった。まだ低いんじゃん。まだ低い、全然、うん、ああ本当に本当にまだまだ、いつまでもうストレッチしててもね、あれだからボール蹴ろうか。蹴りか。ちょっとね、でも蹴りたい。蹴りましょう、蹴りましょう。とりあえずボール蹴る、まずは。とりあえず、ボールずれたら大変だけど、出しちゃったんじゃない。大変だよ、ボールずれたら。まだトラップがあれだな。うまく。あの、妻にも見したことないの、サッカーしてる姿。だからこれを持って知る。そう、どんな風にボール蹴るんだとか。Ha ha ha.